おはようございます。ドリキンです。本日も三座小説ご覧いただきありがとうございます。いやー、昨日はカヤックめっちゃ疲れました。もう結構終わった直後から背筋痛くて、夜中もう編集する前に一回ソファーで寝落ちして、なんかセラガンやったらなんとかすごい驚異的に復活して、朝もうなんかほとんど背筋痛くなくなったんですけど、めっちゃ疲れた。めっちゃ疲れました。ということで今もう10時ぐらいですけど、めっちゃ朝寝坊して、これからまたご飯食べて、いよいよ旅ももう終盤になってるんで、今日は、ハイキングに行ければいいかなと思ってますけど、ビッグベンドでハイキングして、まったり過ごそうかと思っております。何気にこの部屋のオブジェたちが、すごいおしゃれなんですけど、こいつが、これ怖くないですか？なんか、石仮面みたいな、ジョジョの仮面みたいな感じで。目覚めて一歩部屋を出ると、この景色です。これすごいですよ。めっちゃ広大、そして綺麗。昨日ここの外のテーブルで食べたんですけど、あっちに結構バーベキューの設備とかも整ってるんですよね。ただなんか使い方が こういうのの使い方もなんか普段知っておくとすごい役立ちそうです。さあ、今日もちょっとコーヒー入れていきたいと思いますが、豆は昨日このサンライザーだったんで、今日は、でもどうしよう、これビッグベンドコーヒーロースターなんで、これにしますか。なんか蓋開けっぱなしだけど。こっちにしよう。こっち、ファーマリーリッチ。これにしてみます。じゃじゃんと。昨日結構濃いめだったんですけど、でも量的にはあのくらいでいいのかな。ちょっと謎ですが、2杯ぐらいでいってみようと思います。おいしょ。そうか、いつもはこれ豆の状態でこのくらいですけど、これもう、豆ひかれてるんで、半分でもいいかもしれないですね。ちょっと一杯ぐらいにしときました。お水もバッチリ入れてあるんで、いざ、これで、コーヒー、始まりました。完成。今日ちょっと XL で入れたら、結構、2杯分入っちゃったんで、これ半分ずつにして、バッチリです。目覚めの一杯、完成です。ちょっと一口飲んでみます。ちょうどよく入りました。じゃーん。本日の朝食、またタニタのご飯と味噌汁と成功気味のコーヒーと、今日はフルーツサラダとマンゴー、リンゴ、かなりこれフルーツたっぷりで、これでいただこうと思います。あと一応これに抹茶ラテ的なものもあります。いや、ここ本当にドローン飛ばすのに最高の場所というか、練習するにも最高の場所で、今ちょっとスカイディオくんを飛ばしつつ、なかなか普段できない限界に、やっぱスカイディオの限界を知っておくっていうのは安全運転に非常に重要なので、こうちょうどこのサボテンが、ちっちゃい背の低いサボテンがあるんで、この周りをどのくらい自動運転で回避しながら飛べるのかっていうのを試してみたんですけど、今あえなく墜落。やっぱりちょっとね、避けれる時は避けれるんですけど、やっぱ特に細い系のものは
やっぱりダメな時は当たっちゃいますね。で、今スカイディオの最大の弱点を見つけてしまいました。これ今墜落したやつ回収してきたんですけど、スカイディオってここのバッテリーが、まあ、これよくできてるところでもあるんですけど、このバッテリーがマグネットでついてるんですよ。こんな感じでマグネットで装着してるんですけど、落下したタイミングでパンと結構簡単に外れちゃうんですよね。今も本当についそこの10メートルぐらいのところで試してたから良かったんですけど、バッテリーが落ちた瞬間にスカイディオの電源が止まっちゃうんで何もできなくなっちゃうんですよね。再起動するどころか自分の居場所を知らせることもできないんですよ。マビックとかだとうまく落下すればもう一回再浮上リモートからすることもできたり、それがダメでも、まあ、GPS とかで場所トラッキングできるんですけど、スカイディオの場合だともう完全に電源が、こっち側に移動しちゃってるんで、これ外れた瞬間に全く何もできないっていう、だ居場所も知らせることできないんで、本当に目の前で試してたから良かったですけど、これがちょっとでも遠くで試してたら本当回収できないレベルですね。やっぱり自動運転で障害物避けながら飛ばしてくれるんでスカイディオすごい楽なんですけど、何事も過信は禁物ですし、落ちた時の、リカバリーは結構難しいなっていうのを学べましたね。やっぱちょっとマグネット式のこのバッテリーは罠ありましたね。そこら辺は DJI の方がよくできてるかもしれないです。いやー、やっぱり限界を知っておくっていう意味でこういうなんか練習ができたのもすごい貴重です。ちょっと羽が傷ついちゃったんで一回交換かな。じゃあちょっとこれから車で多分1時間ぐらいだと思うんですけど、ビッグベンドの、ナショナルパークに向かいたいと思います。ちょっとガソリンスタンド発見しまして、なんかいつもだったら結構ギリまでガソリン入れない派なんですけど、こっちに来てる間はもう見つけたらとりあえず早め早めで、今もまだ半分以上ありますがガソリン入れときます。こっちのガソリンスタンドどこもこの Apple Pay のなんか端子の部分はあるんですけど使えないという、使えそうで使えない感が惜しいです。案の定 Apple Pay は使えませんでしたが、ガソリンは満タンになりました。ということで行きます。お願いします。はい、さあナショナルパークにやってまいりましたが、ここで入場料を払うみたいです。なんかキャッシュないからどうしようと思ったらむしろクレジットカードオンリーでした。なんか急に、メインの道路から外れてこのオフロードの道路に入りました。各トレッキング行くところは多分こういう道をある程度進んでいくんだと思うんですけど、確かにワイルドです。あった、グレープバインヒルトレイル6マイル先です。これさすが今入り口で入場チケットを買った時にお姉さんにあなたの車なら多分大丈夫ねみたいな感じに言われたんですけど、確かにかなり道がおすごい荒いです。ここのよく見ると土で見にくいんですよね。なんかだからこれこれ最後最後だからかなこれ4駆なのかなこの車じゃじゃーんとハイキングの入り口に到着したんですけど、今車後ろ見たらすごいことになってます。気づいたら泥だらけでした。さあこっから、バランスドロックのハイキングに向かいたいんですが、意外と涼しいんですよね。上着いるかな。この宿の人に教えてもらったオールトレイルズアプリがめっちゃ便利ですね。オフラインでもうトレッキングルートダウンロードしてあるんで、これスタート OK です。いざ行きます。ていうかもうすでにこの景色が素晴らしいです。さあこっから2マイルぐらいのハイキングみたいです。わあこっち側もすごいですね。なんかこの岩肌になんか人に見えますね。なんか結構足元が
デザートですね、砂漠。いやトレッキングシューズ本当これ良かった。これカヤック乗ってたらこのシューズ使えなくて危なかったです。さすがビギナーコーナーで、すでにもう多分半分ぐらいを来てるみたいです。バランスドロックってこういうことですかね。なんかこういう系なすごいやつかな。ちょっと楽しみになってきました。もうあの多分抜けたあたりじゃない、あの多分ちょうど画面で見える先ぐらいなんじゃないかと推測です。さあいよいよもう結構いいところまで来てる気がします。この先に絶景が見られるんじゃないかっていう期待をめっちゃ煽ってみる。こっちに行くと思ったんですけど道はこっちですね。え、これ登るの？よじ登るの？ぽいね。最後の最後で難関やってまいりました。ここは登るっぽいですよ。足元が急に岩場です。あ、バランスドロック来ました。ステップ&ロッキークライムって書いてます。あ、スティープだスティープ&ロッキークライムって書いてますね。気をつけろと本当ロッキーなんですけどすごいよこれ。あ、こっからならね、またね、はい、こっから最後。はい、うん、これはちゃんと気をつけていった方がいい。危ね危ね、はあ、あーでもちゃんとなってますね。結構ちゃんと整地されてます。よいしょ、危ない。よし、あれこれどっちだろう。完全分岐、どっちでもいいのか。危ね、うわー、振り返ってみると結構上がってきてますね。気持ちいい。あと一歩です。これでイージーなんだ。そこまでイージーではない気がする。うわー、ちょっとこれすごーい。多分これまだ序の口のはず。この先にさらにすごいやつがありそうです。さあここ最後これじゃないかな。これを最後登ったらさらにすごい景色が来る気がします。よし、よし、わあ、わあ、わあ、どっちだ、どっちでしょうか。いよいよこの先じゃないでしょうか。あれ、これさっきと同じだ。これまださっきと同じでした。もうちょい、もうちょいです。なかなかよくできてるなこのルート。めっちゃよくできてます。うわ、理想は理想。これはありそうです。これじゃない？ちょっとさっきのは一瞬のちょい見せでまだこっちでした。こっち行きます。ここ、え左行けって。あ、ここだよ。これこれすごい。あそこにあるもんだって。すごいっす。これあ、これだよ。来ました。突如現れたバランスドロック。確かにこれ怖いね。この下くぐってやっぱり写真撮る的な感じだよね、うん、ここか。わーわーわー、これやばい。わーすごいよこれ。うわすごい。おーすごい。怖いけど景色はやばいです。うわー、すごっ。ひゃー、来ました、バランスドロック。うわー、これすごいことになってますね。ズワーンと、あそこだけでバランスしてます。これちょっと初心者ハイキングですけど達成感半端じゃないですね。これはおすすめ。誰かが便乗して、これ明らかな人工バランスロックがありますけど、このバランスロックのこの根元の石のこの年輪みたいな地層もすごいですね。こんな感じで、いやー、大自然満喫中です。今ちょっとここに石に登ってのこの絶景、これいいですね。バランスロックの全貌が見えます。そしてそこからの景色、
見渡す景色、あ、これ今一番いいビューポイントですね。素晴らしいです。うわー、ここもすごい、こっちもすごいです。岩がどういう状況なんでしょうか。でもここに限って結構こういうバランスした石が多いのは不思議ですね。なんで、なんかこう噴火した岩がちょうどここに落下したんですかね。すごい。わ、よく見ると本当すごいですね。大自然恐るべし。さあ、じゃあちょっと帰りますか。帰りの方が気をつけないと危なそうですね。あの下りの方が難しい。こんなところにサボテンが。結構ね、帰りもこの砂場が砂になってるんで、結構滑るのに気をつけないと危ないです。あ、こういうとことかめっちゃ滑りそう。これは結構滑りそうです。お、この靴最強。あ、素晴らしい、めっちゃグリップしている。お、素晴らしい。お、わ、結構こことか断崖怖いっすね。おお、これは気をつけないとズズッといきそう。おいしょ、おいしょ、おいしょ、おいしょ結構慎重にいってます、いつになく。ふぅふぅ、これで初級か。結構難易度高いっすね。ここも結構危なそうですね。おいしょ、おいしょ。こういうところが滑るから気をつけないと。ふう、こっちかな。ああ、だいぶここまで来たらほぼ安心ですね。おいしょ、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 おいしょ。ああ、もうほぼフラットの道が見えてまいりました。いや、なんとかこの、バランスロックの道行って帰ってきました。イージーコースですけど、普段あのハイキング慣れしてない我々には結構命がけでした。無事戻ってまいりました。膝がガクガクです。こういうなんか明らかに燃えた木はどういうあれなんですかね。燃えてるわけじゃないんですかね。不思議な感じ。ちょっと炭みたいになってんですけど、単純に枯れただけなのかな。いやー、見えてきた。車が見えてまいりました。もうちょっと途中から無口で黙々と歩いてました。じゃん。ということで、このグレープバインの、バランスロックのトレッキング、これ行ってまいりました。このオールトレイルズ本当素晴らしいですね。これ見たところ、今ちょうどここで、1時間25分、3.3 キロの距離を1時間25分で、トレッキングしてきました。途中写真撮ったり動画撮ったりいろいろしてたんで、結構いい時間ですけど、高低差145メートルっていうことで、このアプリ素晴らしかったです。ということで無事戻ってまいりました。めちゃくちゃお腹空いたんですけど、急にお腹空いてヘロヘロです。じゃじゃん。パンサージャンクションのビジターセンターに着きました。さっきのところからちょっとドライブしたぐらいで着くんで、トイレ休憩がてらちょっと寄ってみようと思います。ちょっとビジターセンターって何があるんでしょう。一応、あ、こんな感じでちょっとしたお土産屋さんとかありますね。あとパークの模型があります。あ、こんなところにバランスドロックの写真ありますね。これが、ビッグベンド全体のマップですかね。今ちょうど真ん中ら辺にいるってことですね。まあ、この地図がちょうど真ん中に作ってるだけですけど、この山の地点の手間と、麓のこのパンサージャンクションってところが今いるところです。え、ここ何、恐竜の化石とかがあるんですかね。これ恐竜の骨が
補修されてるけど部分的には本物かもしれないですね。ビッグベンド T シャツありますね。これいいな、これビッグベンドマグカップ、かわいい。ビジターセンターに特に食べるもの、食べるところなかったんで、じゃあこれでビッグベンドを後にしようと思います。この辺すごいっすね。確かにここら辺恐竜が住んでたと言われても疑わないです。じゃじゃーん、スターライトシアターまたやってまいりました。初日の夜に来たレストラン、ここで夕飯食べれるといいな。入れそう。あ、Thank you。 おー、帰ってまいりました。あ、よかった、すぐ入れる。今回はこのステージの目の前の席です。おー、あ、ここでなんか絵売ってますね。いいな。なかなかこういうの買って帰れないのが辛い。これすごい、300ドルでもうソールドになってます。とりあえず1品目、もうお腹空きすぎて、これは何だっけ、チキンストリップなんたらです。初日のフィレステーキがめっちゃ美味しかったんで、もうステーキ三昧、僕はリブアイにして、ネズミさんがフィレで、サイドにポテトっていう、もうなんか最後、ステーキ三昧これにしちゃいました。だからテキサスステーキがめっちゃうまい。あ、うまい、うまい。まだかろうじて日は落ちてませんが、とりあえずお腹いっぱいになって大満足です。わあ、今ちょうど夕日が落ちるところで、夕焼けが綺麗なんですけど、じゃーんとこちらコットンウッド、なんか多分ここら辺で唯一のスーパーマーケットです。氷売ってるところがワイルドですね。でかっ、氷でかっ。何があるんでしょうか。潜入。ビッグベンドコーヒー売ってますね。お菓子結構充実してます。ケチャップとかマスタードとか売ってる横で、ペンチとか工具売ってますね。今日の目的はヨーグルトを買うことですが、結構ヨーグルト充実してますね。